電話？はい。もしもし？イギリス？ノクト！無事だったんだね。こっちはなんとかレスタルムの町までたどり着いたとこ。私たちここの宿にいるから、近くに来たら一度合流できるといいな。うん、レスタルムな。待ってるね。イギリスか。ったく、兄貴にかけねえで。王子の声も聞きたかったんだろう。心配していたはずだ。彼女はレスタルム？一回合流するの？そこの看板見た？チョコボだって見たくない？おいおい、レスタルムは後回しか？まだ先じゃん、ちょっとだけ寄ろうよ。よし、見に行くか。のほほ、楽しみ。よし。見せらんねえな。地味に落ち込むからな。いらっしゃいませ。どうも。また来てくださいね。おお、チョコボ！お、サニアか。え、知り合い？前にハンマーヘッドで話をしたことがあってな。そうよ、なんか話してたな。彼女の話聞いてみろよ。かなり野獣に詳しい。勉強になるぜ。ああ、なんだよ、誰このめっちゃくちゃ忙しい時に。おお、君たち誰だっけ。何、私なんかよ。あ、いや、つまり私の邪魔をしただけと。ああ、こりゃ実に問題問題だよ。この喪失した時間を補うにはと。あ、君たちさ、私の仕事手伝ってくれない？え、あ、うん、本当？
や手が足りなくてさ。じゃ早速だけどカエル取ってきて。カエルは？カエル？あ、今適当にそこらの取ってくりゃいいかって思ったでしょ。ダメダメ、楽は許さない。捕まえるのはレッドフロッグ、アルストの固有種だから。つまりそこ降りてけば見つかるよ。それじゃ私は仕事に戻るね。レッドフロッグ鮮度重視でよろしく。レッドフロッグはアルスト湿地帯だよ。大至急確保を頼む。君結構戦える感じでしょ。わかるよ、筋肉の形がそうだもん。ああ野獣や死骸に邪魔されるかもだけど、ま、そん時はぶちのめしちゃえ。君結構戦える感じでしょ。わかるよ。押し切られたって感じ。確かに勉強になりそうでもあったが、あいつと普通に話できたのか。もう盛り上がったぜ。クローズネストにようこそ。何か食べてくかい？ささっと選んでくれ。あよ、メニューだ。の腕に覚えありか。よろしくな。任せたぞ。ささっと選んでくれ。おう。お、来た来た。また来てくれよ。間に合わないぞ。行くか。また会ったね。この辺を回るのかい？もしドッグタグを見つけたら届けてくれないか。調子良さそうだね。
準備はできているか？ああ。ノクト、魔導エンジンの音がする。ノクト、後ろ。サンキュー。やってやるか。ノクト！逃げ！
決まってよかったな。チョコボ乗りてああ今普通に流しおいノクト上だ。ノクト後ろに注意してくれ。わかった。立派な体だな。腕が鳴るぜ。突っ走るのが一人チーチに乗せそうだ。頼んだプロプト見えてる。ゾッとナイスプロプト任せて。プロプト外すなよ。危ない。みんな気をつけて。逃げ。おいプロンプト、足滑らせるなよ。心配ない。すごいね、やっぱ。そうか。どうしたの？新しいレシピを思いついたぞ。へえ、楽しみだな。ノクト、後ろに注意してくれ。わかった。
綺麗な色してんな。超機嫌だな。おい、潰してねえだろうな。何のゲームの呪文だよそれ。ノクト、魔導エンジンの音がする。
傷つけないよう慎重にな。上がったようだな。捕まえた。これで最後か。あ、疲れた。サニアの元に戻ろう。しかし女性にカエルを送るってのは初めてだな。ノクト、早くレスタルームに行かなくていいのか。俺の妹はあまり待たせるなよ。おい、狩りなら場所を変えてくれ。近くで騒がれると魚が逃げる。あんた釣りしてんのか。うん、興味あんのかよ。まあな、よく釣るし。なんだ釣り人かよ。ほら、いい場所あるぜ、こっち来い。この辺じゃ見ねえ顔だが、始めたのは最近か。まあそんなとこ。そうか、俺はネイビス。釣りしながら世界中を旅するおっさんだ。なあ小僧、俺の挑戦を受けてみないか。挑戦？ここに住むクラッグ・バラマンディ、こいつを釣れたらいいもんをやる。どうだ。いいぜ、やってやる。いい返事だな。あいつは焼くのが一番うまいぜ。試してみな。俺はゆっくり待ってるぜ。釣りは焦らずじっくりとな。あいつは焼くのが一番うまいぜ。試してみな。釣り釣り。ずいぶん楽しそうだな。
やったな、おい。よし、来たぞ、こいつだ。これ、ネイビスが言ってたやつだよね。よし、クラグバラマンディだな。ノクト、もうちょい喜びなよ。ルアーの重さをもう少し感じて投げた方がいいぜ。
腕が上がったんじゃないか。なんか主みたいなの釣れないかな。ちっちゃいのしか釣れないね。大物は狙わないのか？釣れるの雑魚ばっかだ。ほっとけ。やったな、おい。いい加減小物は飽きたぜ。うっせえな。ここでかいのいるのかな。もっとこう熱い戦いみたいなの見たいんだけど。ガンガン釣れるな。あと一回。
やるじゃないか。頼もしいな。それじゃこのルアーをやろう。いいのか。ああ、バンバン使え。そいつがあれば釣れる魚も増えるだろう。もっともっと知らない魚と出会いな。それが釣り人を成長させるんだ。小僧のさらなる上達期待してるぜ。あいつは焼くのが一番うまいぜ。試してみな。新しいルアー試しに行く？行くんだろ。行くしかねえかな。ならキャンプ用の食材調達は任せよう。じゃ腕試しだ。やったな、おい。ああ、やったな、おい。よっしゃ。
おお、腕が上がったんじゃないか。